女性活動家。20代の頃、女子トイレに入ってきた男を注意したら、殴られて数メートル先まで吹っ飛ばされた。どういうことやろな。もう、ええか。嘘ですよね、そんなん。そんなん嘘やんな。SNS で炎上、男女平等パンチの平等とは、女を制裁する悪意と、女を分からせる快感の不気味さ。20代の頃、女子トイレに入ってきた男に、ここ女性トイレだよって言った瞬間、間髪を入れずに顔をげんこつで殴られ、数メートル先まで吹っ飛ばされたことがある。なわけないやんな。そんなわけないよね。ま、数メートル先。ま、転ん、吹っ飛ばされるやからさ。そう。まあ、仮に3メートル吹っ飛ばされたとしてさ、4メートル吹っ飛ばされたとしてさ、頭蓋骨陥没してるよね。今だけど。で、そんな、こんななんか軽い思い出話で済まへんよね、そうなんで。でさ、絶対さ、まあ、男が入ってきたとするやん、女性トイレにさ。で20代の女の子がさ、ここ女性トイレだよって言う？怖くて言えへんよね。そんなもんな。嘘松も甚だしいわ。すぐわかるね。ここに、上条東馬って書いてあるな。花山薫かな？バニラ定期。作家北原みのりさんの連載、女の話はありがたい。机叩いただけで吹っ飛ばしたやつの方が格上やな。女性が男性トイレに入ってきたら普通はごゆっくり。オラの気合法から脱出した。絶対そんな、ここ女性トイレだよなんて言えへんよね。絶対固まるよね、そんなビビってね。そんな女性トイレに堂々と入ってくるような男を、に、そんな注意なんかできひんよね。嘘も甚だしいねんけ。死ぬ定期。惑星ベジータの出来事。昇竜拳やろ。テーブルバーン。話持ってまで男という性別を叩きたがる方が不気味だろ。5メートルや12連撃とか大げさすぎだよね。アンチを押す数メートル吹っ飛ぶパンチで無傷な方が強いから。確かにな。そんな悠長に思い出話にできんよね、そんなもんね。ババアになれば高速 SA の男子トイレに堂々と徒党組んで入るようになるんだからお愛子だわ。無傷だったのかすげえな。この男女平等パンチは知らんけど、女の暴力はいい暴力、男の暴力は悪い暴力ってこと。女が先に殴ったのはスルーして、男が女を殴るのはあかんというのが結論らしい。男女平等パンチってどういうことなん？女が先に殴ったから男が殴ってもいいのだ。それが真の男女平等だと言って、楽しげにこの言葉を使う人の多さに驚く。平等とは身長、体重、体力、筋肉量などが対等な者同士の場合。そんなこと言ったら男同士でも全然違う体格の人っているんですけど、それはどうなの？身長 2メートル、体重100キロ、筋肉もりもりと、男でも身長150、体重40キロのガリガリとかいるんですけど、どうなるんですか？強い方に負荷をかけるのが平等の精神だ。じゃあ体力のある男が仕事で優遇されるのも問題ないよね。男も女も平等に殴る。つうか、男も女も平等に殴ったらあかんねんけどな、本来な。だから、どっちも殴ったらあかんちゅうねんな、そんなもんな。そもそもよ。フェミニストの論理って、結局男は辛い仕事しろ。女は弱いんだから融合しろだよな。そうやな。3、4メートル以上ってことか。サタンに殴られた18号。
この世に平等なものなど存在しないと、そこな。平等なんてないっちゅうねん、この世には。いい加減気づけ、そこに。平等もないしさ、その平等、平等とか言ってるやつに限って別に、平等なんて望んでへんくせによう言うよね。自分を優遇されることしか望んでへんくせによう言うよね。自分が。もともとネタだから、現実を当てはめる時点でずれてる。確かにそれ。ヘビー級ボクサーでも入ってきたんか。壁コン定期。スマブラかな。待って、私女なんですけど、アエラ定期。調べたらフェミ界隈で結構有名な人なんやな。へえ。数メートル吹き飛ぶ男女平等パンチ。ネイマールなら、ネイマールなら数十メートルは飛ぶんだが。この人男女平等パンチを非難するのは難しいやろ。先に女が殴ってるんやしな。だってさ。